もうあと1分30秒。わお。お、どうしたの？ここにつければいい？うん。ここでいい？オッケー。お知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますので、もうすぐだっつーね、お問い合わせください。あ、はい。それでは吉田くん、 CM バナースポンサー様のご紹介をお願いします。はい、了解しました。それでは CM バナースポンサー様の紹介をします。ごめん。おいしい自家焙煎コーヒーと本格スイーツのお店、クラブハッフル様。素人の割にうまい似顔絵や似顔絵百獣アルミ工房様、アルコアート文化芸術の発想、フィットネスインストラクターのチャミ様、ベッドサロンのうんぴ様、シンガーソングライターの平様、ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもご協力本当にありがとうございます。 OK です。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。それでは番組をスタートしてください。ありがとう、嬉しい。はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとう。今日からパーソナリティを務めさせていただきますきみちゃんです。ありがとう、ありがとう。アリーナの皆さん、ありがとう。今日から始まりました、はい。今日の初めてのゲストさんをね、お呼びしたいと思うんですけれど、まずはじめにちょっと一緒に、はい、歌など歌って、はい、会場の皆さんもいいですか、一緒に。 OK、 OK、 じゃあお願いします。一回最初にちょっとやってみますので、ね、いいですか。一緒にやってよ。いい、いい。くる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 、一本指で拍手。くる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 、二本指で拍手。こんなような感じでいいですか。 OK、 いい、はい、いきますよ、いくよ、さん、はい。くる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 、一本指で拍手。くる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 、二本指で拍手。くる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 、三本指で拍手。くる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 、四本指で拍手。くる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 、五本指で拍手。ありがとう。すいません、お願いします。はい、今日から始まりました、きみちゃんのにっこりほっこりタイムということで、こういった題名で始まりたいと思います。じゃん、見える。ありがとう。そして今日第1回目のよいしょゲストさんはこれですか、はい、あきら歌のれん分けシンガー宮沢優子さんです。イエイイエイ、ね、じゃあゆうちゃん、はい、いい、じゃあゆうちゃんのね、ただのシンガーっていうことじゃなくて、ここがちょっとミス、あきら歌のれん分けっていうことなんだけれど、そこのところをちょっとねホリホリして聞こうかなと思いますけれど、はい、はい、じゃあゆうちゃん、はい、ただのシンガーじゃなくてあきら歌のれん分けっていうことで、はい、ちょっと教えてもらおうかなと思うけど、はい、どうだろう。あきらさんっていう人は杉山明さんって今年60歳になる方で、うん、もう60なのか、そう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 、23歳から10年間ニューヨークに行ったり、うん、アテネに行ったりフィレンツェに行ったり して、うん、アンディ・ウォーホールから奨、うん、学金をもらって絵画をこう勉強したっていう、うん、画家であり、うんうん、あといっぱい ここにある小説も、うん、見てもいい、うん、じゃあここ私は3冊しか持ってないんですけど、うんうん、こういう小説を書く、うん、そうね、これ見えるかな、絵はこんな感じ、今発売されたばっかりの画集、はいはい、ね、素敵なんだよね、うん、こういう絵を描いたり、はい、小説を書いたり、うん、そして歌を作っている、うんうん、もう18枚ぐらいアルバムが出てるのかな、うんうんうん、そういう、人です。そう、ね、マルチな人です。なるほどね、うん、ここ私もあきらさんね、大好きなんだけど大好きで、
あきらさんをね知ってからまあなんていうか人生がガラッと変わったかなの一人なんだけど、本もねすごくたくさん書かれていて、あのNHK でもねご紹介されてたよね。そうコットンかな、うん、100% そうだね、これは NHK の方でも紹介されてて、100選、うんうん、NHK が選ぶ100選っていう小説に選ばれていて、よく言ってるのは、川端さんとか、うん、あの芥川君と一緒に言っているのに選ばれたのは僕だけみたいなことを言ってます。そうだったね、本当にそう、すごいことだったよね、うん、それで本も書いてあって、はい、それでここに CD がずらりずらりと並んでいるんだけれど、はい、これも、はい、全部あきらさんが全部作った CD、うん、すごいね、まあ普通に、ねうんうん、メジャーで売ってないのでライブとかに行って購入してるんですけど、ねうん、こんな感じで、ね、そうだね、絵もねかったりいろいろあるよね、ありますね、ね、はい、それのこのあきらさんのこのたくさんあるお歌をゆうちゃんは歌ってるっていうことでいいのかな、はい、そうです。普通は著作権とかなんとかってめんどくさいんだけども、うんうん、著作権はそんなの関係ない、僕が一人では歌って届けられない場所にいろんな人が歌ってくれることで自分の歌が届けられるから、もうそんなものはいらないからどんどん歌ってくれって言って始まったのがのれんわけで、でもうだんだんこう小説とか絵画とかの方にこう打ち込んでいきたいので、うん、自分で歌を歌わなくなってライブをしなくなるだろうっていうことで、うん、こののれん分けっていうのが立ち上がったみたいです。なるほどね、はい、じゃあゆうちゃんだけじゃなくて日本のなんか、まあ、海外も行ってらっしゃってるもんね、あの1年の半分は海外だものね、あきらさんはね、はい、そうだよね、モルジブにいるみたいですよ今。そうか、すごいな。で、あきらさんの歌を歌ってるという方はゆうちゃんだけじゃなくて、はい、たくさんたくさんいるのかな、はい、全国にいらしてて、別に私は今日からのれんわけですって言えば誰でもなれます。なるほど、あきらさんの歌を自由に歌える感じ、はい、すごい、うん、じゃあそうね、ここの中でたくさんあるんだけど、まあ、ゆうちゃんどんな歌をね、あきらさんをっていう方もね、うん、知らない方とかたちとも多いと思うし、うん、ちょっとワンフレーズっぽくでもいい、はい、歌ってくれる、うん、はい、本当、はい、いいですかね、はい、わー、拍手、お願いします、ありがとう。じゃあ歌ってくれる、はい、はい、じゃあ勇者の石っていう歌ですけれども、はい、これはインディアン の, あの人から聞いたお話をそのまま歌にしてるんですけど、うん、とりあえず歌ってみます。はい、すごい嬉しい、いきますね、お願いします、はい。人はこの世に生まれる前に自分で背負う意志を決める、生まれ変わるたび挫折を重ね、君の魂は強くなる、亀の子ほどの重さの石は苦労を知らぬ子供の石、美と健康と富に恵まれ、何も恐れず遊び続けろ、アライグマほどの重さの石は目覚め始めた若者の石、度見倒されまた立ち上がり、本当の君を探し続けろ、大丈夫だよ、君ならできるから、運ぶ命を運命と呼ぶ、 Let's keep on carrying the rock of the brave。 これはすごいんだよね、歌詞もね、こういうゆうちゃんの歌声で。もう一度聞くよ、著作権は大丈夫、著作権は大丈夫大丈夫大丈夫よく聞かれてるけど、ね、もう本人が
いいって言ってるので大丈夫大丈夫、あきらさんがいいって言ってるんだよね、はい、みんな歌ってったんだよね、そうそうそう、どんどん歌ってって言ってくれて、ね、そうね、大丈夫、はい、そう、それでこの歌詞、うん、私も初めて聞いた時もガーンってノックアウトされた感じがあるんだけれど、うん、ちょっと解釈っていうか、あのゆうちゃんなりの解釈っていうか説明してもらってもいい、うん、このゆうさんの詞、うん、みんな生まれてくる時にお皿で自分が背負う、うん、一生持っていく石を決めてから空から降りてくるっていうふうに言われていて、うんうん、それはカメノコサイズ、アライグマサイズ、うん、アカシカサイズ、一番大きいのはバッファローくらいの大きな石を持ってくるって言われてます、うん、で、まあ、一番ちっちゃいのはそんなに苦労が多くなくて、もう顔も恵まれ、お金にも恵まれみたいな、なんかこうあまり苦労のない石、うん、でアライグマぐらいのだと少し苦労があるかな、うんうん、もう少し大きくなってアカジカだとやっぱりもう少し苦労が大きくなる、うん、で最後のバッファローサイズっていうのは障害を持って生まれてきたり大きな病気をしたり、うん、とても大きな試練、困難をくぐり抜けるような人生を歩む人たちが持って生まれてくる石っていうふうに言われて、うんうん、みんな自分で決めて持ってくるんだよ、うんうん、すごい ね、なんかこのことを知ると知らないでは、うん、生き方っていうのが、ね、全然違うかな、うん、ね、それだけの自分がお空で決めたことで、ね、過ごしてるのが、うん、なんか自分のお役目とか役割みたいなこととかね、そうだから決してその不幸でも不運でもなくて、うんうんうん、自分で決めて持ってきてるので、うん、みんなあのそれが素晴らしいっていうことを言ってるから、その障害を持ってる人たちに決してなんかこうかわいそうだとかではなくて、うんうん、お役目としてしてるんだよって、そうだね、あきらさんの歌は本当にあのたくさんある中でね、うん、もうメッセージ性のものがとっても多くて、うん、なんだけどゆうちゃんはあきらさんとの出会いみたいのはどんな時だったんですか、2年前の4月に静岡で古民家でやったライブにちょっとお友達が呼んでくれたんですね、うんうん、その時ちょうど私あの子供たち2人が不登校で学校に行ってなくて、で自分も体調が悪かったり鬱だったりしてて、もうなんか家に3人で引きこもって本当に毎日辛くて、子供さえ学校に行けば私は幸せになれるのにぐらいに思ってたんですね。だけどこの歌を聴いたり他にもいっぱいいろんな歌をこのぐらいの唾がかかるほどの距離で聴いて、本当に2時間半くらい泣きっぱなしでライブを聴いて、そこから人生が変わったんですね。力持ってたし、で子どもたちがその不登校であることは決して不幸なことではなくて、彼らが選んでやっていることだからそのまま見守ればいいって、なんかすごい大きなメッセージをもらって、そこから私はいろんな、はい、動き始めて今すごく元気に活動してます、はい、なんかゆうちゃんがそのあきらさんとの出会いによって今のゆうちゃんがいるというか、もう本当にあきらさんにの影響力っていうのはすごいすごいってことだよね。すごいですね。ね、そう、あのとにかく無駄にこう動き回りなさいっていうんですね、その動いてる間にジャッキアップされるように視点がどんどん高くなって、上からの視点で見られるから自分がどれだけこう一つのことにこう悩んでるのかって分かって、とにかく動き回れっていうことだったので、その年の8月に長野で合宿っていうのが初めてされたんですね。合宿、はい、全国から12人だけ集まってきたんですけど、その合宿っていうのは全然誰も知らないところに飛び込んでいって、そこでやっぱり何かピンとした来た人たちが集まって、なんかすごくなんだろうな、魂のこう深いところでつながり合えるような仲間に出会えたり、その後 もうとにかく無駄に動いて全国いろんなとこ行けるライブに行きまくりました。それまで本当に具合悪くて家で寝てたんですよ私。じゃああきらさんと出会うまでは、うん、本当にあのそうやって出歩いたりとか、なんていうかそういった積極的に動くっていうことはできなくなってました。もともとはもういろんなとこに一人で行くタイプだったんですけど、うんうん、その息子たちのこととかがあって、うん、なんか引きこもって真っ暗でこうやって毎日泣いてたんです、うん、今のねゆうちゃんからだと想像つかないんだけど、うん、でもそれもきっと大事なことだったんだね。そうか、
その今言ってた長野の合宿っていうのは全国からその数名だけ集まった、なんかもっと内容が濃そうな気がするんだけど、どういった合宿でやなんかしてたりするの？自分の、うんうんと今まで生きてきた中で、うん、このことがきっかけで今の自分がある、うん、まあそこで使われている言葉を使うならば、うん、西欧が馬となったストーリーを何か自分で考えてきてっていうことで、そこでみんなの前で発表するんですね。ストーリーテイク。そうです、うん、で私は子どもたちが止まったことで自分の人生を考え直したし、うん、自分はこのままでいいのかって思ったし、うん、そんな深いこう自分と向き合う時間をたくさんもらったことが、うんうん、実は子どもたちが問題だったわけじゃなくて、うん、自分の中の問題が明らかになって、うん、自分が生きやすくなってきたっていう、そのようなことを語ったんですけど、みんながそれぞれに今までくぐり抜けてきたすごい人生を語って共有するので、うん、あのすごく深いつながり、そこにまたぴったりの歌をつけてくれるんですね。なのでもっとギュッとくるっていうか、そうか、じゃあ本当に一人一人のストーリーがあるわけですよね。 そのストーリーを語ることによって、うん、自分のなんか押し込めてた心みたいなのがふつふつと湧き上がって出して、みんなとなんていうか共有し合って消化していくっていうか、なんかすごい時間なんですね。なんかあきらさんがそのエッセンスをこうやって入れてくれたことによって、うん、なんかみんなの閉ざされてた、でも本当はみんな一人ずつね、なんか素敵な素敵なお花があるんだけれど、うん、それを自分で押し殺してたのかもしれないよね。だけどそれがあきらさんとの出会いによってパッと開いて、うん、気がついたりとか、ね、気がついた感じかな、もともとあったんだけどっていう感じかな。へえ。じゃあ今あの、うん、ゆうちゃんがねこういったお、はい、あの歌、あきらさんの歌をね、うん、こうやってのれん分けとして歌ったりするんだけど、どういうところとかで歌ったりはするの？今はいろんなところにそのライブに行ったことでお友達ができたので、うん、一緒にハモってほしいとか、うん、伴奏を弾いてほしいとか、うん、いろんなこう要望をいただけるようになったし、あのお友達がライブをその合宿の仲間が主催をするので、うん、そこで1曲歌わないかって言ってもらったりすることで、その発表する場は少しずつ広がってきました。うん、でゆうちゃんピアノもやったりして、うん、あの弾き語りで歌ったりもするじゃない、はい、それもともと歌っていうのは大好きだったの？うん、好きだったけど、うんうん、その人前で歌うようなことは一度もしたことがなくて、ピアノも中学校ぐらいまで習ってたぐらいだったので、はい、その後は好きでやってるぐらいだったから、そう、全然ただの素人です。本当に何がきっかけかわからない ね。そうなの。私もね本当にゆうちゃんと初めて会ったのがさっきのねあきらさんのライブだよね、うん、で古民家でやった時なんて、うん、私も初めて、あきらさんも知らない、全然知らない、うん、だけど私もあなんか直感人間なんで、うん、なんかご縁があって行った時にゆうちゃんたくさんいた中のゆうちゃんはすごく覚えててもう今の感じじゃなくてね、ボロボロ、うん、本当にボロボロ、 ボロなんか近寄れないオーラをすごい話していて、うん、あもうちょっとあ私とはその時はね、うん、あちょっとタイプが違うというかね、うん、もう絶対なんか話せれない、なんかどんよりとしたもうなんかもう何か思っているなっていうのをすごく感じてたんだけど、今もう180度違ってね、うんうん、わあなんかあきらさんとの出会いによってこれだけもね、うん、変化があるっていうのはすごい、あきらさんっていう方をね、うんうん、もうなんかみんなに知ってほしいというか、まあ、必要な人に知ってもらえる方だと思うんだけれど、ねうん、静岡とかではあきらさんお呼びしてライブみたいなのはあるのかな、はい、実は10月に私一回もそんな主催とか、うんうん、他のイベントでもやったことないんですね、うん、なんですけどどうしても知ってほしくて、とうとう、ねはいうん、主催するという腹をくくりまして、おおお、はい、主催も初めて、何をやるにも初めてっていうのに、分かんない、もういきなりの、はい、だってすごい大活躍のあきらさんをお呼びするっていうのが、そうなんです、すごいね、そうなんです、いつやるんですか、はい、いいですか、いいです、言っちゃってください、
手書きです、はい、そしてフライヤーも作ったことがないので綺麗にね、綺麗だよね、はい、すごい、2019年10月13日です、日曜日、静岡市の駿河区というところで、はい、安倍川駅徒歩1分駅前のギャラリー K というところでさせていただきます、うん、分かる、で、あきらさんのライブは、3時間ぐらいかかるです、うん、結構長いんですけど、長い、ね、はい、みんな涙だよね、そう、もう本当にタオルを持っていらしてください、で、その前にオープニングアクトとして、うん、のれん分けシンガー私も含めて、うん、あと、長野の合宿の私、うん、去年札幌の合宿にも行ってるんですね、でその時に出会った仲間たちともここで再会して、それぞれがどういう1年、うん、2年を過ごし成長していったかっていうのを皆さんとちょっと分かち合いたいなというふうに思っているので、その人たちとも、はい、のれん分けのそれぞれが何かを発表するっていうような形でしたいなというふうに思っています。あきらさんっていうのはどんな方なのかなっていうね、知らない方とかももちろんいると思うので、じゃ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 ん、こちらがあきらさんです、ドレッドヘアの、ちょっと違うかな、見える、うん、ここ黒いひげ、このあきらさん、はい、レゲエ的な感じのね、一回見たら忘れないね、なんか最初はとっつきにくい、うん、こうジャンキーな人に見えるんですけども、うん、本当に愛の塊の人で、ね、誰にも無条件の愛を、うん、はい、渡してくれる素晴らしい人だなって思ってます。そうだね、あきらさんがなんか静岡に来て歌を歌ってくれるっていうのだけでもすごいことなのに、うんうん、ゆうちゃんが主催をするって言った、うん、なんかその積極的なその殻をどんどん破っていく感じなのがすごいなって思うんだけれど、うんうん、これからじゃあいろいろチケットとかやったりするのかな、はいはい、なんせ初めてなので全然わからないので、ここからです。やっと会場を先月抑えられたっていうところなので、一応定員を50人ってしています。一人でもまあね、50人しかだよね、でもそうですね、あの限定になるからとっても楽しみだ ね、 ね、すごくこう悩んでる人とか、うん、私は自分の息子が不登校だったり、うん、まあ、鬱も抱えてたり、うん、あとは自己肯定感が低くて生きづらいなとか、あのとにかく今悩んでる人、とりあえずピンときたら動いて歌を聴いてほしいなと思います。それだけで随分と浄化されて、うん、はい、癒されて、そしてそこに集う仲間につながってほしいんです。そうだね、はい、それが私のテーマがそれです。そうだね、そこでつながっていくっていうのがね、そうなんですいいよね、そこでつながった人たちのおかげでまたどんどんと人生が開けてくるっていう人がたくさん実際周りにいるので、なので人とのつながりが人生を変えるっていうテーマ、うんうん、あーいいね、このテーマが ね、 しました。ね、私がまさにそうだった。もう自分をさらけ出して全部見せて、それで、うん、みんなにもう弱い自分も、うん、辛い悲しくて嫌な自分も全部出して、うん、それで見せちゃうって言ったら、そこの殻を破るっていうところもなかなかできない方が多いと思うの、はい、それをゆうちゃんがねやるっていうことはすごい素敵だなと思うし、ね、それでね、ゆうちゃん、うん、まだあきらさんの歌すごくたくさんあるんだけど、うん、ちょっと代表的なのなんかね、皆さんと一緒に歌えれるものがあったらなと思うんだけど、はい、どうだろう。じゃあ嬉しパモシリいきますか。嬉しパモシリでいい、うん、アイヌ語で育み合う大地っていう意味があって、うん、育み合う大地、はい、大地、うん、そうか、この歌もね、すごくいい、すごくね、いい歌なんですけど、ピアノがあればね、ね、バーンとしてあげましたけどね、これね、ちょっとね、手話でやったりするのがすごく一緒にね、できるんだけど、うん、一緒にやってくれる？やってくれる？ありがとう。お願いします。ね、じゃあこの歌もすごくいいんだけど、まずどうしようかな、単語でやってもいい？うん、一つだけ、うん、じゃあ大地っていう手話があるんだけど、大地はね土とかなので、大地ってやるね、みんなで、じゃあ大地、そうです、で空は上なので、空、そうそう、そうです。それで、月はね、月っていう字あるでしょ、それと同じように月ってやります、そう、月、月曜日ね、月。そして太陽っていうのがお日様が上がる、ぐーって上がる、そうそうそう、これが太陽です。
そして花、花いきます。この花はこの花びらの形ね。そうです。そう、それだけ。あ、鳥、鳥はこれだね、翼、これこれです。ここだけちょっと一緒にやってくれる？ ありがとう、嬉しい。じゃあゆうちゃんこの歌、はい、歌ってもらって、はい、じゃあ私たちみんなで芝でやろうと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、では、うん、私は大地、私は大空、私は月、私は太陽、私は花、私は鳥、そして私はあなた。わー、ありがとう。素敵な歌だよ ね。たくさんの人にね、うん、聞いていただきたいなって思ってます、うん、ね、今日はねもう2曲も歌ってくれて、はい、お手伝いもしてくださってありがとうございます。ありがとう、ね、じゃあちょっと最後に何か一言、はい、ね、時間もね、あきらさんにつながって、うん、なんていうのかな、あきらさんの周りにいる人たちとまたつながって、そこからどんどん開けていく人たちがたくさんいらっしゃると思います。今辛くても、あの、今辛い人は本当に辛いと思うんだけど、勇気を持って一歩出て、とにかくこの会場に来て歌を聴いていただきたいなっていうふうに心から思いますので、皆さんよかったらいらしてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ぜひあきらさんのライブにね、はい、足を運んできていただきたいと思います。すごい素敵、素敵です。本当にもうそれだけ ね、うん、ね、なので来てください、はい、10月の13日ですね。日を抑えておいてくださいね、はい、お願いします。連休の真ん中ですけど、よろしくお願いします。はい、今日はお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストさんは第1回目でした。きみちゃんの、ね、ゲスト宮沢優子さんでした。ありがとうございます。ありがとう。それではじゃあ続きまして、はい、5時半、もうじきだね、すぐ、島田のキョンキョンのルンルン情報ゲストはなんと厚美さんですね。厚美さんはね、ハトムギちゃんのことをいろいろ詳しく教えてくださるという、ね、ハトムギみたいにね、肌がツルツルな感じがしますけれど、ここへお楽しみにです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうね。